この国には大きな地震必ずやってくる。東日本大震災の10倍が南海トラフ。地震に耐えられる原発自体が実はないわけです。収束の仕方がわからないという東電原発、一番脆弱な形の核施設を私たちは保有している国なんですよ。私の中で一番関心高いのはやっぱり原発続けられないってことなんですよ。これちょっと考え方違う人もいるかもしれないけど、少し聞いてもらっていいですか。日本はエネルギーの転換していかなきゃしょうがないんです。でも自然エネルギーに一足飛びに行ける話じゃないです。やはりインフラを整えたりとか蓄電の問題であったりとか、数々クリアしなきゃいけないことがある。現実を見れば今の電力を支えるのは火力なんですよ。その火力の中でも主力は当然天然ガス、環境にもその中では優しい。でももちろん今この戦争みたいな状態になって天然ガスの調達っていうところもちょっと多様化してたけれども、目詰まりが起こる可能性があるから、私は石炭という選択肢も残さなきゃいけない。ただし2030年までに石炭火力の全廃というのは世界の約束ですから、このゴールポストは動かさない。これ予測不可能でしたよね、戦争起こるってこと。ここに対して石炭も使わないという選択をした場合に、やはり原発が必要だという選択になってしまうとまずいことになると思ってます。せっかくもういっぱいあるんだから使ったらいいじゃないって思われる方もいらっしゃると思うんですけど、私まずいと思ってんです。どうしてか。この国には大きな地震必ずやってくる、もうそれが分かりきってるんですね。政府の地震予測、30年以内8割の確率で大きな地震がやってくるってことが分かっています。30年という時間軸なんですけど、いつ起こるか分かんないんです。29年後かもしんないし、13年後かもしんないし、2年後かもしんないんですね。それぐらいの話なんです。でよく聞くのが首都圏直下地震って言葉聞きますよね。直接被害額、建物とかインフラに与える影響どれぐらいの金額かって言ったら 47.4 兆円なんですよ。かなり巨額ですね。かなり壊滅的な破壊が行われるというような話です。でこれまでの地震と比べてみるとどれぐらいの規模かっていうと、東日本大震災の3倍、阪神大震災の5倍でございます。土木学会の推定では20年間の GDP の損失、経済的損失どれぐらいに上るかって言ったら731兆円ですって。すごくないですか、この金額。だから相当ダメージ食らうっていう話なんです。これに耐えられる原発ってどんな原発やろう。続いて南海トラフ、これ西日本ですね。太平洋がかなり大きな被害、西日本に限らずですけれども大きな被害を与えると言われているもの。建物インフラなどの直接被害は171兆円、さっきとも規模が違います。で過去の震災と比べれば東日本大震災の10倍が南海トラフ、阪神大震災の17倍が南海トラフ。土木学会の推定で20年間の GDP 経済的損失1410兆円なんですよ。これを見たときに原発続けて大丈夫かって言ったら、続けちゃダメなんですよ。これで安全を保てる原発なんて存在するはずないんです。でね、大きな地震と原発事故が同時に起こってるっていう状態でどれだけの苦労があるかってことは、2011年の大地震、原発事故で私たち経験してますよね。今度は一箇所で原発事故が起こったっていう想定ではなくて、複数箇所で原発事故が起こるということも可能性として考えなきゃいけない。その時にこれ両立できますか。これだけの大きな地震という災害と核災害を両立して国がちゃんと人々を救いということができるかって言ったら無理ですよ。そう考えたら私はこれはやめなきゃいけない代物だと思ってます。もともと地震国において原発というすごくセンシティブなものを扱えるはずもなかったのに、これを無理やりやってきたんですよ。結局東電原発3メルトダウン、これは世界でも最も過酷ですよ。皆さんの中ではもう終わったことになってるかもしれないですけど、逆です。終わり方がわからないんです。国は30年ぐらいで廃炉にするって言ってますけど、何の根拠もないですよ。燃料の取り出し方さえわからないんだから。つまり何かって言ったら、数百年かけてこれを何とかするっていう、世界の英知集めて何とかするっていう世界なんですよ。すでにやばいもの、やばい状態になっているものを何とか今水をかけながら過ごしている状態で、また別のところでも事故が複数起こって大地震でってことになった時に、もうこれ国回せないですよ。そう思ったらやっぱりエネルギーの転換期に来てるっていうことをやっぱりやっていかなきゃいけない。で逆に言ったらこれはビジネスチャンスでもあるんです。もちろん原発を立地している地域に対してのこれはご恩返しはしなきゃダメなんですよ。リスクを引き受けてくれた上で原発続けることをやってきてくれたわけだから、これまでの補助金とかっていうものも継続していきながらってことが前提です。当然その土地その土地に対してどういう産業が一番マッチするのかってこともやっていく。
まずは廃炉ということも世界の先端に立ってこれをビジネスにしていくっていうこともありますけど、エネルギーの転換っていう部分に関しても成長産業としてお金どんどん入れていかなきゃダメなんですね。どうしてかっていうと、この先2050年までの間に全て 100% 自然エネルギーにしていこうという世界的な約束、これ最低限の約束です。ここに対してどれぐらいの資金が必要になるかってことなんですけれども、 IEA 国際エネルギー機関によれば脱炭素のために年間450兆円の投資が必要になるんですよ。このチャンス逃しちゃダメなんですよ。ここ出遅れたら何になるかって言ったら、私たちの近くにある国が持ってっちゃうんですよ。あの中国の儲けになってもそれは別にいいんですけど、でもそれ中国だけ独占させたらもったいないやん。みんなで分け合おうよ。逆に言ったら日本がそれ牽引する立場になるべきだと思うんですよ。今だったらもう独占ですよ。あとヨーロッパね、他の国もあるでありますけど、何もそこを差し上げることないんだっていうことですね。逆に言ったら90年代日本の自然エネルギーっていうところに対しても、これは例えば風力だったりそういう部分に関しては先端に近い形があったわけだから、でもそこにちゃんと産業支援っていうことを本腰入れていかなかった日本政府があったから、当然これはいろんな国に抜かれていくわけですよね。これだけの目の前のビッグチャンスを目にしてこれを指加えて見とくっていうのはなしですよ。大胆な転換を図っていく必要がある。ただし原発をなくすということで電力に対して不足するというようなことはあってはいけない。もちろんないんですよ、そんなこと。電力が足らなくなるって今年もニュースに流れてましたけど、もちろん地震で不具合が起こるってことは原発ありますから、それは火力も一緒ですけど、原発の方がよりセンシティブですよ。電力足らないって言われるけども 3% の電力っていう部分が担保されてればいいわけですね。 3% の電力を東京電力管内で担保されてればいいっていうだけじゃなくて、その 3% は他の地域から調達した上でも 3% っていう予備率が確保できれば電力は保ててることになりますから、どっちかって言ったら煽るんですよ。原発維持していくために電力が足らなくなる、節電の要請、もちろん節電の要請に対して応えることは悪いことじゃないけれども、毎年のようにそれをやるんです。これって海外でもある話なんですね。例えばドイツで脱原発の話が持ち上がったときに、まず何がされたかって言ったら、サッカーのナイター中継で試合の途中で電気切ったんですよ。電力不安っていうものを煽るために、原発を維持したい人たちが。そりゃそうですよ、いろんな分野が関わっている、いろんな企業が関わってますから。電力会社、大手ゼネコン、それだけじゃなくて電機メーカー、大手の銀行、建設会社、いろんなものが関わってて、いろんな風に既得権益としてるんだけれども、私はお願いしたい、その旨味続けたい気持ちあるけど、こっちの旨味に移転してくれないかって。そんなこと言ったら怒られる人いるんですよ。お前そんなこと言うんか、そんな既得権益許すんかって。いや許しますよ、だって命がけだもん。大事故がいっぱい起こった時には取り返しつかないわけだから、究極は金なんですよ。そう思った時に、その原発っていうものから離れて、これから行うこの大規模な年間450兆円の市場に対して乗っかっていくってことを国が支援するから、そこやっていこうっていうような方向に私は切り替えていきたいなと思ってます。とにかく日本には伸びしろがたくさんの産業山ほどあると思ってます。その一番大きなところがエネルギー分野かなとは思ってるんですけれども、逆に言えばそれによって雇用も作れるわけですし、まさに今必要なものじゃないかな、そう思ってます。すいません、ありがとうございます。先ほど原発についてのお話をお伺いしたんですけれども、根拠の中で経済的損失が大きいから脱原発をすべきだというふうに説明の中で聞こえたような気がしたんですけれども、経済的損失だけを挙げていたのは何でだろうなというのをちょっと気になったので質問させていただきました。ありがとうございます。経済的な効率一番悪いのは当然原発です。だって考えてみたら、核のゴミを10万年以上管理しなきゃいけないですから、そんなもの存在しませんね、普通の発電所で、他の発電方法で。でこれを再処理するってことでゴミにせずに、これは資産として計上するってややこしいことになってます。でそれによってより事故があった時にやばいようなプルサーマルっていうようなものにもつながっていっちゃってる。で私が先ほど発言をしたのは原発に対してのその経済的損失っていう話じゃないです。日本でこれから起こる巨大地震、政府が予測している30年以内8割に起こると言われている巨大地震に対してどれぐらいの規模の地震が起こるかってことを、例えばですけども経済的損失であったりとかってことを出してたってことです。でそれを出す意味は何かって言ったら、それぐらいの被害が生まれるような大地震に対して原発が耐えられると思いますかっていう問いかけなんです。ちょっとマイク渡してあげてください。その経済的損失が大きいからっていう理由以外にも、多分原子力規制委員会で今とても厳しい基準を設けて
て原発再稼働するならばこの基準をクリアしたら再稼働していいよっていうふうになってると思うんですけども、その基準でもまだ足りないっていうふうに思われているっていうことでしょうか。当然ですね、当然です。ないものの方が多い。コアキャッチャーはついてる？すいません、ついてます。じゃなくて、はい、その原子炉、もちろんね、その規制庁が定めた世界最高水準のって言ってるけど、世界最高水準じゃないんですよ、それもの自体が。何よりもこれまで原子力を規制してきたと言われる者たちが言ってきたこととは180度違うかったんです。地震に耐えられる原発自体が実際はないわけですよ、それだけの巨大地震になると。で、津波が起こったって言われてるけど、地震の原因というものは排除されてないんです。それ国会の中の事故調だったりいろんなものを見ても、当然地震と津波セットですから、当然津波っていうものによっての影響もあるけど、地震においての影響ってものも排除されてない。つまり鉄塔が倒れたりとか、巨大な電力を作るところに対して電気が送り込めないという状況、例えばステーションブラックアウトしたとしても、その後原発は冷やし続けなきゃダメなんですよね。で、全電源喪失ってなった時に外からの電源っていうのを持ってこれないだとするならば、そのまま事態は悪化していくわけですよね。要はその規制庁が言っている安全基準をクリアすれば大丈夫だっていうこと自体が根拠がないんですよ。その時になってみなきゃ分かんないんですよ。蓋を開けてみなきゃ分かんないんです。どうしてかって言ったら、南海トラフ級の地震で、首都圏直下型ぐらいの地震で原発がどうなったかっていう検証なんてされたことないでしょ。原子炉自体は守れるかもしれないけど、配管であったりとか、それ以外の施設っていうのはおそらく原子炉並みに守れる話じゃないですよね。そう考えたときに、これはリスクが大きすぎるってこと。私たちが言いたいのは、それだけの巨大地震、それはどれぐらいの大きな地震が来ますかってことをイメージしていただくために、その地震による経済的損失、他にも過去の地震と比べたときの過去の地震の何倍とかっていうようなイメージが伝わりやすいように、これも規模の地震が来たときに原発が安全っていう、なかなかこれ思えないねって。だって分かんないんだもん、実際起こってみなきゃ。一か八かっていうことを試してみるっていうのはもうできないんですよ、この国では。もうすでに一回アウトになってるんですよ。で、それ継続してるんですね。つまり何かって言ったら収束してない。収束の仕方が分からないという東電原発、これが今まだ進行している状態。一番脆弱な形の核施設を私たちは保有している国なんですよ。それを考えたときに、やはり人々の生命財産を守るのが政治であるならば、次に起こるかもしれないこういった大きな災害に対して耐えられるかどうかって、やってみな分からんっていう究極の選択は、これは決断できない。やめておこうなんですよ、その場合には。エネルギーは足りている。はい、ごめんなさい、今マイクを。原発がもし、多分山本太郎さんがおっしゃるにはダメだということならば、その原発に代替する発電方法、この間もブラックアウト話題になりましたけれども、多分ブラックアウトが起きると透析とか受けてる人とかすごい多大な影響が出ると思うのですが、その被害を防ぐためにはどういう他の発電方法があるのかっていうのをちょっとお考えがあればお伺いしたいです。これで終わりにします。ありがとうございます。すでにおそらくそういった医療施設だったり、手術をしなきゃいけなかったりとか、そういった施設に対してはおそらく自家発電という形が多分バックアップとして用意されていると思います。で、原発があるからそれを防げるかといったら関係のない話なんですね。逆に言えば一番脆弱なものが原発であるから、当然一度止まってしまったりとか、一度火を消すという状態になってしまった場合に、またそこから復活するのにも時間かかるわけですよ。一番厄介なものなんです。で、13ヶ月に1回必ず点検が入るわけだから、その度に止まるわけですね。当然今お話しされている内容、例えば医療施設に対してどうするかってことに関しては、自分たちでその自家発電できるような状態をバックアップを増やしていくとかっていう選択肢はあると思います。でもそれは原発があるなしっていう問題とはまた別の話になっていくと思うんですけど、そうですよね、関係ある。それがもしも原発だったらっていう話なんですけど、いや、ちょっと待ってください、マイク渡してあげてください。ちょっと噛み合ってないな。根本的に電力が足りないっていうのは、今の日本社会においては原発がないということも一因としては僕はあると思っているんですが。ごめんなさい、皆さんの中には原発がなければ電力が足らないっていうような、刷り込みが強すぎて勘違いされている方いらっしゃいますけど、そうではないです。で、電力っていうのは、例えば東京電力管内、その中で予備率、電力の予備がどれぐらいあるかっていうことを見ていく作業なんですけど、これは東京電力管内だけで見るんじゃなくて、融通っていうものも含めた上で 3% の予備率が確保されてればクリアなんです。
で原発が全て止まっていたというふうに想定したとしても、その 3% ラインは超えられるようになってるんですね、すでに。でもいろんなところで電力が足らないというキャンペーンは毎年行われます。で2021年のちょっとその状態を見ていただきたいと思います。需給の逼迫、電力危機は起きていないということをちょっとお話ししたいと思います。2021年の1月に報道が流れたんですね。今月に入りかつてないほど電力需給が逼迫しているということが各報道で行われたという時がありました。はい、このように需給逼迫に価格高騰、日本の電力の未来はってことを一気に煽り出した時期があったんです。このように当時の経済産業大臣も会見を開いた1月12日全国的に電力需給は厳しい状況である、そういう話なんです。でどういう状態を電力の逼迫っていう状態って判断するかって言ったら、その公式の基準を照らし合わせていくと逼迫は起きてないってことがはっきり分かるんです。で安定供給に必要な余力、これ確保できていることも明白なんです。なのにそういうキャンペーンをやるんですよ、政治は。でこの需給の逼迫を判断する基準というのは内閣府の資料を見てみたらこう書かれてるんですね。供給予備率の必要最低ライン 3% を確保できているか、先ほど私がお伝えした通りです。それも他のエリアから電力を送る分も込みで 3% を確保できているか、ある一つの地域で 1% ですって言ったって問題ないんです、電力融通できるから。全国的にこのように融通できるような体制はもうすでにできているってことです。で先ほどの話に戻ります。2021年の1月逼迫は起きていたのか確かめる必要ありますよね。で見ていただくとこういうことになります。逼迫は起きていなかったってことが明らかなんですよ。年次報告書を見ていくと何かと申しますと、電力逼迫が騒がれた21年の1月8日の予備率は 9% なんです。以前の年より特に予備率が低いわけじゃないんですね。おかしいよね。需給逼迫は 3% でしたよ。でも 9% もあるのに逼迫してる逼迫してる、やばいやばいってことを騒ぎ立ててるんです。おかしいんですよ。で他の都市と比べて見てみたとしても十分に確保できてるねってことが分かっていただけると思います。でまとめると、他の地域から電力融通も踏まえて、全国の予備率 9% 以上確保できてて、冬の電力危機っていうものは起きていない、直近も起きないというようなことが分かってた。データを見ればそうなんです。でもデータと違うことを言うんですよ。キャンペーンなんです。電力足りてないって話にすり替えれば、みんないや、やっぱり再稼働した方がいいんじゃないかっていう世間的な理解を、やっぱこれ前に進めるためのこういうようなプロパガンダはされてるんです。だから騙されちゃいけない、データを見なきゃいけない。でね、はい、原発再稼働なしでも逼迫は起きないっていう先ほどのお話のメインテーマの部分にもなっていくと思います。何かと申しますと、まず事実確認しておきたいと思います。原発の稼働はごく一部にもかかわらずにピーク需要時に逼迫していないってことが2021年のデータを見れば分かったと。さらに原発すべて止めたとしても十分な予備率を確保できているってことも分かってきます。でこの時期の原発再稼働してる数っていうのはごくごく限定的だったんですよ。じゃあその原発からどれぐらい電力が作られてたんですかっていう話なんですけれども、総発電量に占める原発の割合は 1% から 6% ぐらいの割合でしかなかったってこと。じゃあこの分どれぐらいの電力かっていう部分に換算して、それでも予備率っていう部分が 3% 上回ってれば別に電力足りてるって話になるんですよ。これ逼迫はしないってことになるんですよ。原発なくても電力あるっていう話になるんです。もうそれは分かりきってることなんです。全ての原発が止まってる状態でもこの国回ってたんですから、13ヶ月に1回原発止まるんだから、安全点検でこれまでもあったんだから、そんなタイミングがって話ですね。はい、経産大臣がわざわざ会見までしていろんなメディアが騒ぎ立てた、その当時の稼働の原発はどうなってますかって話なんですけれども、こういうことになります。逼迫が叫ばれた昨冬のピーク時、原発の供給力は296万キロワットのみってことなんですね。実際に稼働してたのがこれだけだってことです。でこの原発抜きの供給能力っていうところで計算していくと1109万キロワット。これ予備率に換算すると 7.1%。そういうことなんです。原発込みで予備率 9% ですねってことになるんだけども、当時再稼働していた原発だけを計算した場合に、どれぐらいにまでこの 9% あった予備率が下がるかっつったら 7.1% 程度。だから予備率 7.1% は確保できてるっていうのが2021年、電力が逼迫していますっていうことを大々的に言った時の事実関係ってことです。テレビ、新聞、ネットも含めてですけれども、
一定のバイアスがかかってるってことは忘れちゃいけないんです。どうしてか、テレビとか新聞とか誰のために仕事してますか？新聞一部買ってくれるあなたのために何か書くと思いますか？テレビをタダで見てるあなたのために何か物を作ると思いますか？何億円、何十億円、何百億円というような広告費を、それぞれのテレビや新聞だったり広告額を買い取るスポンサーっていう人たちのためにあるのがメディアですよ。そのベースを忘れちゃいけないってことですね。だから私が言ってることも疑っていい、メディアも疑わなきゃダメですよ。政治家全員疑わなきゃダメです。私が都合のいい数字を引っ張ってきてるわけじゃないですから、私が引用してるソースとかっていうものを調べ直していただいて見てもらっても結果は変わりません。そういうことでした。はい、ありがとうございます。